おお、変わらないね、ここは。誰かいるのか。お、ナイフ持ってんじゃねえよ。いるのは分かってるんだ。出ないのか。出てきてくれ。できない。待ってたで、キリュウちゃん。マジマちゃん。キリュウちゃんが肩になってしまって、この一年めっちゃ寂しかったわ。せやけどキリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。元登場会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。1年前の事件にも絡んでる。なんでなんで、ちょっと待って待って、シリアスなとこ入んないと。置いてかないで、置いてかないで。何やキリュウちゃん、もう女作ったんかい、このすきこましげ。誤解すんな、照れることないやんけ。のお姉ちゃん、待って書いたんだけど。府警第四課主任佐山薫です。はい、よろしく。女です。府警四課、姉ちゃん、デカなんか？デカです。キリュウちゃん、どないなってんでん。それより、どうしたんたここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。え？花屋が。花屋？花屋いなくなったの？1年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。うん、せや、通称サイの花屋、元警官のおっさんや。うん、なんや、情報渡すときに花束使うてたら、そないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けでカムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。あ、そうなんだ。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや。ちょっと待って。それがきっかけでサイの瓦は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げて、カムロ町比率の建設。ちょっと待って、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 もういい、ちょっと待って。おい、お前建設会社、建設会社って言ったの？建設会社。ちょっと待って、まず置いてかないで。ちょっと待って、真島ちゃん建設会社になったの？なんでなんで、別にやってるけど。ちょっと、まあ、いいや、進める進める。鉄事業を受けよった、うん、カムロ町ヒルズ、うん、上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が、うん、あれがカムロ町ヒルズや。え、まあ、俺の本間の狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あ、そうなんだ。あんたも意外に頭が回るんだな、うん、せやろ。意外って言うんじゃないよ。でこの人帝王だったんだからね。うん、